刑試験、これだけは絶対覚えとこう。住宅取得等資金の非課税制度の特例、これは住宅取得の資金について親から生前贈与してもらった時に使える特例。相続時精算課税制度の住宅取得等資金の特例と異なり、一定金額が非課税となる。贈与税だけでなく相続税もかからない点で異なる。また相続時課税制度と併用することも可能。この特例の適用要件で重要なものは5つ。1つ目、贈与者が親や祖父母であること。親や祖父母の年齢は関係ない、何歳でも OK。 2つ目、受贈者は贈与があった年の1月1日時点で18歳以上の子であること。3つ目、受贈者である子の所得金額は2000万円以下であること。4つ目、贈与の翌年の3月15日までに受贈者である子が居住すること。5つ目、購入する住宅の床面積は40平米以上、240平米以下であること。これらすべてを満たす必要があります。